カントワインドツーインコース見事に左中間に持っていきました。ちょうど間です。高め寄ってきます。松本は一塁を蹴って二塁へと向かっていく。ヒットが生まれました。ツーベースヒット。ここまでリーディングヒッターの松本、ストレートを左中間に持っていきました。やはりミスショットは少ないという今シーズンですか。それが数字に表れているところでもありますし、やはりその甘いところにやっぱ来やすいですよね。打率がいいと来やすくなるんですか、はい、相手のバッテリーも警戒すればする。キャッチャー佐藤ショート掴みきれませんでした。レフトに転がっていきます。サードランナー近藤帰ってきてもう1点追加。記録はヒットのランプ。松本タイムリーヒット。今日もマルチをマークしました。今度はライトを追っていく菅野。取れない。これも長打になります。今日3本目のヒット。セカンドランナーは三塁を回ってゆっくりホームに帰ってきました。松本も三塁到達。あとホームランが出れば松本サイクルヒットという状況になりました。センターへのツーベースヒット、レフトへのタイムリーヒット、これはシングルヒット。おヒッティング、左右が破っていきました。上川は一気にホームに帰ってきてタッチはセーフ。初球仕掛けてきました新庄ビッグボス。なんとここはバスターできました。鮮やかに三遊間を破ってのタイムリーヒット。初球から来てタイムリーヒットになります。郡にもタイムリーが生まれました。ファイターズ2桁10安打7得点。初球攻撃でした。の股抜きでした。8勝1敗、セーブ数も1つ。バットの先一旦下がってから前に出ていきましたが取れませんでした。ライトライトの前に落ちました。セカンドの中村翔吾も